変圧器のタップは一定の回転数を選び得る巻線に沿う接続ポイントのこと。これによって関数比が可変であり出力の電圧の調整が可能である変圧器が生産される。タップの選択はタップチェンジャーメカニズムによって行われる。タップが一つしか必要とされないならばタップのポイントは接続における現在の操作の要求を最小化するために 通常、高い電圧もしくは低い電流を生み出すように設定される。しかし、利点があるのならば、変圧器が巻線上のタップを含むかもしれない。例えば、配電ネットワークでは、大きな変圧器が主要なオフロードタップとオンロードタップを持つことがある。巻線の数を最小化し、変圧器を物理的に小さくするために逆方向に接続され、それによって、 電圧を打ち消すことができる主要な巻線の一部である逆巻線が使用されることがある。絶縁体とするためには巻線の低電圧の終端にタップを置く。これは星型結線における星の近くにある。デルタ結線ではタップは通常巻線の中央にある。単管変圧器では通常タップは連続巻線、分度巻線、もしくは分度巻線のうち、 バックバースト部の回路に置かれる。低電圧、低出力の変圧器では、タップは接続ターミナルの形式を持ち、手によって電源リードに接続を立たれることを要求し、新しいターミナルに接続されることができる。このプロセスが、ロータリースイッチやスライドスイッチによって補助されることもある。違うタップポイントは違う電圧に対応しているので、短絡を起こし、 過大な貫流を生み出す恐れがあるとき、二度の接続を同時に行うことはできない。そのため、機器への電力供給は転換の間、中断されなければならない。オフサーキット、もしくは電源を止めるタップ変更は時々高い電圧の変圧器のデザインで使用されるが、工場的な使用においては、電力供給の損失が許容できる設備にしか使用できない。 配電ネットワークの中では、変圧器は一般的に交渉定格の周りの狭い帯域の中で、システムのバリエーションを適用する一時巻き線の上のオフサーキットの複数のタップを含む。タップはしばしば置くときに一回だけ設定されるが、システムの電圧のプロファイルの長期的な変化を適用するために工事停電のときに変更されることがある。 タップ1、2と3の間で前後に切り替える機械的なオンロードタップ切り替え機、またはアンダーロードタップ切り替え機多くの変圧器にとってタップ切り替え時の供給停止は受け入れ不可能であり、変圧器は縛りばより高価で複雑なオンロードタップ切り替え機メカニズムを取り付けられる。オンロードタップ切り替え装置は一般にメカニカルで電子的に補助されるか完全に電子的である。 メカニカルなタップ切り替え機、編集メカニカルなタップ切り替え機は、古い使っているタップセレクタスイッチを切る前に物理的な新しい接続を構成するが、ショートした回路に一時的に大きなダイバータインピーダンスを置くために切り替え開閉器を使用し、高い電流が発生するのを防ぐ。このテクニックは、オープン、またはショートした回路のタップの問題を解決する。 抵抗タイプのタップ切り替え機では、転換は分流加元気のオーバーヒートを避けるために急速にされなければならない。ダイバーアタインピーダンスとしての役割を果たすために、リアクタンスタイプのタップ切り替え機は専用の予防、単管変圧器を用い、通常無制限にオフタップの装填を支えるようにデザインされる。典型的なダイバーアタスイッチは、 強力なスプリングが低出力モーターによってピンと張られ、タップ変換をもたらすために急速に切られる。接触によって電弧が発生することを減らすために、タップ切り替え機は絶縁油で満たされた室もしくは6、復活用の容器の中で動作する。リアクタンスタイプのタップ切り替え機は、オイルの中で動作するとき、単管変圧器によって誘導されるフライバックが、 生成されることを許さなければならず、一般に切り替え回兵器と平行に置かれた真空の容器を含む。タップ変換の間、フライバックは容器の中で2つの電極の間に電位を起こし、いくらかのエネルギーが切り替え回兵器を横切ってフラッシュする代わりに容器を貫いたアーク放電によって散らされる。いくらかの電弧の発生は不可避で、タップチェンジャーのオイルとスイッチ接触の両方は、 使用によってゆっくり悪化する。タンクオイルの汚染を防止し、メンテナンスを容易にするために、切り替え外兵器は通常主要な変圧器が入っている容器から区切られた部屋の中で動作し、しばしばタップ選択スイッチはその区画に置かれる。その時すべてのタップはターミナルの配列を通じてタップチェンジャー区画に向かって置かれる。オンロードマシンのタップ切り替え機の一つの可能な デザインが右に示される。右手接続経由で直接電力を供給している状態でタップ12で操作を開始する。分流加減器 A はショートする。分流加減器 B は使われていない。タップ3に移動するとき以下のことが行われる。オフロード命令によりスイッチ3が閉じられる。ロータリースイッチは回り、一つの接続を切って分流加減器 A を通る負荷電流を供給する。 ロータリースイッチは回り続け、A と B を接続する。分流加減器 A と B に電力が供給され、回路は A と B をつなぐ。ロータリースイッチは回り続け、A との接続を切る。回路が A と B をつながなくなり、B のみに電力が供給される。ロータリースイッチは回り続け、は、分流加減器 B をショートさせる。左手接続経由で直接電力が供給される。 A は使用されない。オフロード命令により、スイッチ2が開かれる。このシーケンスは、タップ12に戻るときに逆に実行される。サイリスタで補助されたタップ切り替え機、編集2組のサイリスタにより、無電子タップ切り替えを実現した例主な接触が一つの、タップから次に切り替わる間、オンロードの電流を取るために、サイリスタで補助されたタップ切り替え機はサイリスタを使用する。これは、 主な接触の上での電弧の発生を防止し、より長い対応年数をもたらすことができる。弱点は、これらのタップ切り替え機がより複雑で、また、再利した電気回路のために低電圧電源を必要とするところである。ソリッドステートタップ切り替え機、編集これは、負荷電流を切り替えることと定常状態において、負荷電流をやり過ごすために再利したを使用する。 比較的最近の開発である。弱点は選択されていないタップに接続された、非導電制裁リスタのすべては、漏れた電流によって、電力を消費していること、短絡への耐性が小さいことである。この電力が合計で、数キロワットになることがある。これが熱として除去される必要があり、タップ切り替え機のサイズと重量を減らすコンパクトな、デザインと引き換えに、 変圧器の効率の低下を引き起こしている。ソリッドステートタップ切り替え器は一般により小さな電力の変圧器の上でのみ使用される。ありがとうございます。